この後9時からは小堀克弘のワワイド最終回をお送りします。ニュースジャータは小型化に成功。スジャータが9時をお知らせします。何の準備もできていなくて、今一人ぽっちで実際にいて、一人で何かできると思ってたら結構何もできなくて、みんな言ってくれないとやっぱりダメだなと思ってたら、ちょっと言っていて、いつ Q が来るんだと思ってる。今の今村、今のプロデューサーの今村さん、今のミキサーのガク、みんなが言いながら、なんだよ俺たち一緒にやってきて最後に終われると一緒に思ってるのに、昔のやつばっかり立てながらここの1週間はと思ってても、やっぱり7年間一緒に立ててくれたやつが毎日毎日来てくれるから、俺も泣きながらずっとやってきながら、今の練習もごめんなさいと言いながら、今の練習ついさっき小1時間前に俺のわがまま聞いてくれて、さ、僕やっぱしピアノ弾いて歌いたいと言って、小林さんならできるでしょうと言って、できなかったところがジョン・レノンと違って、ジョン・レノンの生き様が大好きで、死に方は泉重千代で、デビッドボーイの格好が大好きで、気持ちは宮沢賢治で、今朝起きて奥さんが7年間ご苦労様って言ってくれて、これから夕ご飯一緒に食べれるけどと言いながら、もう送ってくる車の中で一緒に神さんも目が霞んでいて、最後に来るかもしれないって言ってたけれども、
そんな泣いて運転したら最後に事故起こしちゃダメだよと言いながら、そして最後に最後に番組に入ろうと思ったらたくさんの人が外に並んでて、そしたら CBC って落ち着いてるし素敵な曲だし上品だし、だけどその分頭固いしダメだなと思ってたら、取締役の名のついたいろんな人が来ながら、これは撮らなきゃダメでと言ってみんなでニュースに撮ってくれて、今日ニュース24時にワーワイド流れます。たった一つの番組が終わるだけなのにこんなに良くしてくれて、で驚いたんだけど、報道局長のおっさんなんだけども、頭白くしてメッシュですねって言ったら、バカ野郎と泣きながらみんなの子守俺が扱ったからよろしく、お前なてめえがロッカーかと言いながら、でもやりまーす。それじゃあ、今からレイブに走っていくからみんなよろしくね。もう嬉しくてしょうがない。原田真二がわざわざ作ってくれたテーマに乗りながら、こんなにわがままなサラリーマン生活でいいのだろうかと思いますが、宮野ゆさし、今度テレビの番組になるけども、このテレビがワーワイドよりしょうもなかったら承知しないよってみんなが外で言ってるんだね。外だけでやってるから、みんなのために頑張ります、よろしくどうぞ。じゃあ、変則的に始まったからね、置いてきぼりでごめんなさいの。では紹介します、最後のワーワイドのオープニングテレフォンです。一宮市丹陽町のアラブッチャ、こんばんは。こんばんは。最後になっちゃったな。はい。ごめんね、ずいぶん待っちゃったろ。でもやっぱワーワイドってすごいな。そうですね。俺もこんなとこに入れてよかった。みんな聞いてる人の中でさ、はい、聞いてたんだよっていう人言ってくれる人多いと思うけどさ、はい、俺出てたんだよって言っちゃうからね。はい。それで野球さ伸びてさすごいなと思ってたんだけども、今日ぴっちり9時に始まると嬉しかった俺。はい。後ろレインボーの外にもねいっぱいね、はい、今日見に来てくれてる人いてね、俺嬉しい。7年間の歴史があるからは、若いやつもいればもうすっかりじじいになっちゃったやつもいたりね。いるんだけど。さて、最後のオープニングテレフォンの、アラブッチャ、ゆきちゃん。はい。なんか、これだけ言っとこうってことないか？小堀さん、うん、合格祈願祭なくなっちゃうんで、うん、受験生なんで、うん、みんなの寄せ書きサイン5枚欲しいんですけども。いいよな。いいよ。はい、2年後に着くからな。違う。5枚お願いします。うん、今度高校受けんのか？はい、そうです。そっかそっか。合格祈願祭ね、はい、できればいろんな次の富田の番組でも、はい、から俺のとこの時代塾でもやっていきたい。はい。うん、結構さ、はい、俺の頃から受験って大変だったけど結構重たいもんな、いろいろな。はい。でもね、いいんだよ、これからはね、ワーワイドに邪魔されないで9時から勉強できるから、ね。それじゃダメだよね。はい。うん。じゃあ、よろしくね、これからもね。はい。うん。あと、いつ頃から聞き始めたの、ゆきちゃんは。1年弱です、まだ。あ、そうなのか。はい。大丈夫だから、そのぐらいでも。はい、パラダイスメッツなんかまだ半年しか付き合ってないからね。はい。本当のはね。だけど、いろいろあって。すごい、俺もみんなのおかげで気持ちよかった。はい。嬉しかった。だってさ、普通、本当に、番組終わってくときってボロボロになって終わってったりするのにさ、なんかめちゃくちゃみんなで勲章くれながらさ終わってけるから、みんなのおかげだからね。はい。ゆきちゃんもありがとうね。はい。うん。ゆきは、部活とかもう引退したのか？3年生だから。終わりましたもん。何やってたの？あ、卓球やってました。卓球。卓球は結構悲しいものがあるんだよな。あ、そんなことないです。派手にやったか？うん。まあまあ、うん、卓球引退するときやっぱり泣いちゃった？そんなこともなかった。はい。そうか。俺なんか今朝がずっと涙腺が緩んじゃってね。みんながなんか目が赤いが小堀さんの年になるともう涙腺と尿道が緩くなってダメですね。すごくあったんだけどもね。でも今日最後まで頑張っていくからね。はい。今日もう大変な、ほとんど準備してないの。ギターはがき全部明日に残せないでしょ、もう。で、いつもよりやっぱ多いんだ、駆け込みで速達で。だけど最後までやっていくからね。はい。うん。じゃあ
よろしく。最後のコールになるけども、ワーワイドとしてはいい？はいはい、じゃあいきます。今度よきどうぞ。小堀克洋のワイド。とにかく今夜がパラダイス、パラダイス、パラダイス、パラダイス。7年間本当にどうもありがとうございました。もうどのぐらい野球が伸びるかなとかね、いろいろ思ったんだけど、すごいわ。まず最初に思ったら雨降らないかなと思って、全部雨降って野球潰れないかなと思って、そうもいかない。前線前哨イベントの時は必ず晴天というワーワードだったんだけど、今日やっぱすごいな。9時にきちっとワーワード始まって、全コーナーがあるね。西尾高校1年生ペンネームヒース。9月28日木曜日はワーワード小堀さんの陣痛力で9時に始まります。これがあった。そういうわけで9時ちょうど、9時でしかダメさという最後なんだもん、風の谷のトトロ、もういっぱいの人の9時さっていうのが全部当たっててすごく嬉しかったです。小堀最後まで幸せなのでした。今ね、ナー君とみんなで緊張してるの、テレビがね、スタジオ、あびっくりしちゃった。あ、加藤千恵美が来てくれました。どうもありがとうな。あ、座っててみんなでね、いっぱいあの、こんばんは。みんないつもアハハと笑っていられるといいですね。小堀さんもテレビに進出ですが頑張ってください。ワワイドのノリで変に評論家ぶらないで、理屈こねないで、マイペースで時代塾を、素晴らしいものにしてください。じゃあいつまでも応援してます。 See you again っていう佐々木千恵の 3% ファイナル。当たり前だ、俺がお前収まり返っておとなしくなって理屈こねたらもうみんなついてこないよな。これはみんなに対する重大な裏切りになるから、しない。これがな、じゃあ頑張っていきたいと思います。早速、最後の木曜日のメンバー、もういろんな人が集まってくるというのを紹介したくね。まずこいつはね、あの本当にあの短いパラダイスメイツの間だったけども、あの俺がいよいよなくなるんだよ番組になって言ったら、怒って焼け酒を飲んでしまったあの時ね。そうですね、はい、愛嬌大生矢沢かな。こんばんは。何のためにいるのかわからないというのはこいつのことなんだけども、まあ居候、こんばんは。こんばんは。ね、鬼の目にも涙で月曜日に泣いてしまった山内。こんばんは。高取も来てくれました。こんばんは。なんか加藤千恵美も来てくれたのね。もうなんか間違えたんじゃない、まあ、水曜日だったかなと思ってそうじゃなくて、ねえ、革命でも起こったのかと思ったまあ革命っては革命でね、この HBC が変わるとかっていうのが、ね、書いてある。さあ、あとはもうプロモーター書士の皆さんから番組に関係のあった人、なかった人、有形無形の人、そしてあのなんかしょうがないからなんか人が並んでるから来ちゃった人、なんかもらえるんですかとか、鍋とかザルとか持ってきた人とかいろいろなんだけど、こっちにあの、マイクがこっちに生かしてもらおうかな、かね、ほとんどね泣きそうになりながら、やっていこうというこういうのになる。これがね、ワーワイドの歴史の中でもいろんなことがありましたが、ワーワイドがある前から実は小堀は生きていた。そしたらワーワイド終わるっていうことでね、いろいろテレックスとかあの郵便とかくれたりしてもいったりした人もいっぱいいるんだけどもね、今のパラダイスメイツを受けて落ちた人なんだけども、大崎陽子ちゃん、ワイドの美術部員っていう人で、みんなのパラダイスメイツ受けるときに一緒に受けてくれて、彼女は海外帰国子女で、いろんなあの俺たちと面接の時にあのいろんな話してね、なんかしてくれて、なかなか熱血感だったんだけど落ちちゃって、で悲しかったけど、落ちたら普通あの恨まれるじゃない番組やなんかで、ね、うん、落ちたんだけども、すごくあのこれ受けられただけで嬉しかったって言って、いろんなイラスト描いてくれて送ってくれた人で、俺が美術部員だなこいつはって言ったら覚えててくれて、バイト終わるってことがあの知って、送ってくれましたハガキを。それからこんばんは、長野県上伊那郡の、アップルハイツ101に住んでいる信州大学農学部酒井哲司。お前信州大学で酒井ったらちょっと来い今の今お前、ね、そうです、信州大学酒井もうこうまで違うかというねこいつはね、皆さん、スタッフの皆さん おめでとうございます。終わるということで24日のファイナルイベントに、終わるということで、やってきました。長野県から嬉しいですね。なあ、長蛇の列で、そして入れました。高校時代の青春でした。ドニコンホームルーム、数々のイベント行きました。皆さん本当にどうもありがとうございました。今日は、まあ、長野はすごく電波が悪いんですが、ここ1週間毎日ゴンベイ峠に登って雑音と戦いながら聞いてますあるありますね、これね、ゴンベイ峠、うん、今日もゴンベイ峠で一人で泣いてると思うんだよいきなりあの高速パトロール隊かなんかにこうやってあの不審尋問されたりなんかしながら、でもありがたいなこれな